カトゥニ川上流、カトゥニ川は、ロシアのアルタイ共和国及び、アルタイ地方を流れる川である。ビースクの南西 19km でビヤ川と合流してオビ川となる。主な支流にアルグト川、チュヤ川、コクサ川、セマ川がある。カトゥニ川の長さは 688km、流域面積は6900平方キロメートルに及ぶ。水源は、アルタイ山脈最高峰のベルーハ山南麓のカトゥニ氷河であり、その他800以上の氷河からの支流を持つ。上流では、針葉樹林帯の渓谷を抜け、カトゥニ山地の南側及び西側からの多くの支流を合わせる。コクサ川合流点からの中流域では高い山の、麓のカラマツの多い地域を流れ、アルグト川やチュヤ川他氷河から流れてきた大きな支流を多数合わせる。スムルティ川合流点より、下の下流域では、カシダン級の多い谷間に入り、周囲はカラマツや松が広がり、最終的にはステップに入る。上流から下流までの落差はおよそ2000メートルあり、緑色の水のカトゥニ川と白い泥色のビヤ川が合流した後のオビ川は、しばらく水が混じることなく、緑色と白色のツートンカラーとなる。流域では水銀が採取される。また発電用のダムもあり年発電量は310億キロワットアワーに達する。カトゥニ川は航行可能である。11月末から12月初旬に凍結し、4月上旬から半ばには溶ける。ありがとうございます。